ほほーん。上がって、2階へ。お邪魔します。ただの友達だから。これが水戸くんの本棚ですか。ちょっと漁ってみていいですか。ちゃんと元に戻せよ。で、なぜここにいる。家族が勢揃いしてる家でそんなことするか。おお、監視よ。これは、水戸くん、ベッドをお借りしますね。この本読んでいいですか。ほい、ほい。ちょっと知ってますけど、だから許可取ったじゃないですか。何してるの、東田さん。あなた、警戒とかしないの。私はもう振られてるんですから大丈夫ですよ。考えたら負けだ。僕もこいつのことは同性の友達だと思うことにした。君は本でも読んで落ち着け。そうするね、水戸くん。ああ、肩が凝りました。水戸くん、揉んでください。なん、肩がバキバキで動けそうにありません。このまま水戸くんのベッドに骨をうずめることにします。でだよ、おっぱいが大きいと肩が凝りやすいんですよ。知らないんですか。ゴロ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 。揉んでやるから僕のベッドに匂いをこすりつけるのをやめろ。ライトノベルの冒頭によくあるエロいことをしていると見せかけて健全なことをしている描写の真似ですけど、それはリアルじゃ成立しない。握力間違ってますよ、水戸くん。ないんだよ。距離感どうなっとる。え、前からこんなもんでしたよね。こんなもんだったんじゃないか。とりあえずベッドの上でくっつくのをやめなさ。あ、わかった。あなたたちまともに友達作ったことないから、友達的な距離感がわからないんだわ。謎は全て解けた。やれやれ、ブラコンの義妹を持つのもなかなか難儀なものですね、水戸くん。ああ、まったくだ。ブラコンでも義妹でもない。水戸くん、靴下履かせてください。はい。何かにつけて胸。はい。ちょっと、靴下くらい自分で履いたらどうなの。まあ本当は水よし、両方履けたぞ。ありがとうございます。